桜を見ながらコーヒーやスイーツが楽しめるお店、今日はカフェ好き OL2 人が運営する東京カフェチャンネルがお花見ができる素敵なカフェをご紹介します。春の訪れを感じていただけたら嬉しいです。最初のお店は目黒川沿いに桜並木が立ち並ぶ中目黒エリアからのご紹介です。世界で6店舗しかない焙煎工場を併設するスターバックスリザーブロースタリー東京。隈研吾氏が設計を行った4階建ての大型店で、フロアにより提供する商品やコンセプトが異なります。混雑地は整理券制で、特に桜の季節は混み合うので早起きが必須です。3階と4階にテラス席が併設されており、今回は3階のテラス席を利用しました。下を見下ろすと桜満開の最高なロケーションです。1階はプリンチ、ミラノ発のイタリアンベーカリーです。旬の食材とこだわりのバターや小麦粉を使ったサンドイッチやデリ、デザートなど、本店ミラノのレシピを受け継いだいろいろなメニューが楽しめます。2階は紅茶専門店のティバーナ。ティーを多彩に変えていくがブランドコンセプトで、いろいろな種類の茶葉にフルーツやお花、ハーブなどをブレンドした商品が楽しめます。今の季節は春らしく、ピンク色のメニューが多かったです。今回いただいたのは桜ジャスミンソイラテと桜アリュール、クーポラフラーゴラ、コルネッティ桜、トルタ桜です。桜が咲き乱れる中目黒の小道をモチーフにしたお茶桜アリュールや、ストロベリーガナッシュをまとったトルタ桜、発酵バターをたっぷり生地に練り込んで焼き上げたいちごソース入りのコルネッティなど、お花見をしながら桜のスイーツやドリンクを堪能しました。続いては同じ中目黒エリアにあるオニワスコーヒー中目黒のご紹介です。自由が丘や奥沢にも店舗がありますが、ここ中目黒店は古民家をリノベーションした2階建てのコーヒーショップです。1階はベンチのテラス席、2階には大きな窓があるカウンター席とテーブル席があります。お店のすぐ横に桜の木と東急東横線が通っているので、窓から見る景色が最高です。デカフェのラテ2点ですね。ホットアイスどうします？この日は焼き菓子が売り切れでしたが、通常は奥沢店で作ったものを販売しています。ラテとデカフェラテを桜を見ながらいただきました。ラテは追加料金でソイラテやオーツミルクへの変更も可能です。オニバスはポルトガル語で公共バス、万人のためにという語源を持つ言葉。バス停からバス停へと人をつないでいくバスのように、人と人をつなぐという思いを込めてオニバスコーヒーと名付けられたそうです。続いては1921年創業、コーヒー器具などで知られる耐熱ガラスメーカーハリオが運営するカフェ、六本木一丁目駅にあるハリオカフェのご紹介です。お店は千億八古館の館内にありますが、美術館に入館しなくても利用可能です。庭園を見渡せる全面ガラス張りの店内で、お花見や日光浴をしながらゆったりとした時間が過ごせます。ハリオの器具を実際に手に取って購入することも可能です。
ではハリオの器具で入れたスペシャリティコーヒーや紅茶を提供しています。持っていくと1000億8個間の入場券が割引になるサービスもあります。今回いただいたのはサイフォンコーヒーとフルーツサンドイッチセットのハーフです。フルーツサンドのセットドリンクは好きなドリンクを選べたので、私はサイフォンコーヒーをチョイス。2杯分楽しめるたっぷりの量が嬉しいです。フルーツサンドは日本橋にある老舗赤とんぼさんのもので、いちごやキウイ、リンゴなどフルーツがたっぷりで美味しかったです。最後のお店は幡ヶ谷西原商店街の路地裏に位置するカフェパドラーズコーヒー。日常の中に心地よく溶け込んで、いつしか欠かせなくなっている場所、そんなコンセプトで営業されているお店です。お店のシンボル、大きな桜の木の下を通り抜け店内に入ると、木のぬくもりを感じられるおしゃれな空間が広がっています。ギャラリースペースもあり、さまざまなイベントが行われています。この桜の木は樹齢50年の大木。桜の木の下にテラス席が設けられているので、お花見をしながらコーヒーをいただくことができます。コーヒーはアメリカポートランドから直輸入した豆を使用。今回はホットドッグとラテをいただいてきました。ホットドッグは、カタネベーカリーの特注パンに、オーボンビュータンのソーセージが挟まっています。大きな桜の木を見ながら、ジューシーなホットドッグを食べる、至福のひとときでした。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。桜が見えるお花見カフェはいかがでしたか？今年お花見できなかったなという方も、動画を見て少しでも気分を味わっていただけたら嬉しいです。それではまた次回の東京カフェチャンネルでお会いしましょう。